必ず吐いて一回吐いてってかな。でもこれがまた入りすぎると突っ込むから、その体のその度合いっていうか、そういうのが難しいからみんな悩む。よし、ちょっと今共通して言えるのが、素振りするのに一番いうの一人で素振りできるよね。でも間違ったらダメなのは、素振りするのもまず試合で打ちたいためにするんですよね。ということはやっぱり試合を想定して振ってほしい。というなので、ここばっかりインパクトの打つところばっかり振るんじゃなくて、必ずピッチャー、投げてくるピッチャーを想定してで振ってください。なので素振りするのもずっとここばっかり見せてくる。必ずピッチャーがあの辺にいるなと思ったら、そのピッチャーが投げてるイメージを想定して、そこからできればちょっとラインをこう引いてほしいよね。ピッチャーからこう自分のところキャッチャーまで振るラインで、そのままのラインを引いていって、そのままセンターに振るようなイメージで素振りをしてもらいたい。だからイメージってすごく大事。だから必ず向こうを見てピッチャーがいるで投げました、必ず投げました、ここばっかりこうやって振らない。そうなるとだんだんだんちっちゃくなってきてフォームが崩れてくる。 OK、 よし。まず、確実にやっぱり打たないといけない、当てないといけないということは、やっぱりその時に応じてバットが今長く感じる、長く感じるのは短く持つ、重たく感じるのは短く持つっていうのもあるし、でさっき言ったようにアウト、今インサイドは打てるけどもアウトコースが無理ということは、ちょっと自分で考えて、今日はちょっと打席をベースより立とうかなとか、ちょっとバタバタ下がろうかなとか、自分でね打ち方を変えようと思ったらしんどい。だから一番いいのはバットをちょっと疲れてるな、体の機嫌が悪いなと思ったら短く持つのが一番いい。まずは当てないと勝負にならない。もうカッコだけ気にしてバットを長く持ってオラーって構えても、三振だったらかっこ悪いですよ。だったら短く持ってカーンってヒットの方が、そこでタイムリーヒットとか勝ち越しのヒットとか打ったらもうヒーロー、そういう風に思う。世界の王さんって知る？ホームランバッター、世界の王さんはバットを短く持ったからね、長く持ってない、それでホームランあんなに打ってるの、勝ってるな。ということはあんまり長く持ちすぎてもあんまりそんなに変わらない。ちょっと短く持ってもいいのかな。体力つけるためには長く持って素振りするっていう練習もあるけれども、あとそのバットの操作力をいか勉強するにはっていうのはいいかもしれないけど、実際試合だってちょっと難しいなっていう実戦形式になった時は、ちょっとやっぱりバット短く持った方がやっぱりいいのかなとかいう、緩いボール、止まってるボールだったら自然にこう当たれば上に行くよね。でも速いボールが前からこうやって来てるのに、こういうふうに当たるとそのまま上に上がるというか考えにくい。やっぱどうしてもこのままバットは下が出るとこう上に上がってくるんだから、ボールはこういうふうに来る。やっぱりホームランを打とうと思ったらボールがあったら必ず、あ、こっち右の方がいいか、ボールが来たら必ずバットはボールの下を当てないとボールって上に上がらないので、だからアッパースイングになるとどうしてもフォーボールが来ててアッパースイングこんな感じではちょっと考えにくいのかなというふうに思います。多分言われてるのはフィニッシュ、打ち終わった後のフィニッシュがアッパースイングになってるように見えるからアッパースイングだろうと言われてる。ホームランバッターって大体ホームランバッターって打ち終わったら必ずこれぐらいまでこう反り返るぐらいまでこうなってる。左バッターも必ず打ち終わってこういう感じになるからアッパースイングに見える。でも実際は必ず打ちにボールに入っていってから当たってから後ろに戻ってきてる。それだけ感じがしない。だからやっぱりボールは速い、特に速いボールになったら、君たちがだんだん中学高校で野球するんだったら速いボールどんどん出て出会うことになるけども、速いボールはどちらかというと上から叩かないと絶対上がらない。
それぐらいのイメージでないと全部空振りする。下から行け、下から行けってだん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 おかしくなる。だから叩いてあげる、叩いてあげるっていうちょっと自分の言葉でもう持って帰ってほしい。バッティングを叩いてあげる、そういうふうに思ってほしい。なのでもうその合言葉のように叩いてあげる、叩いてあげる、叩いてあげる。どうしても打ちたいと思うと必ずうわーってなるけども、ホームランずつずつバッターは必ず入ってから戻る。それだけ感じやる。 OK ですか、はい、必ずボールを上から叩いてあげる。ほんまに今言うたように叩いてあげるってなると逆にスピンかかる。これぐらいのイメージが。もう今ちょっとシュンって感じないか、あれぐらいのイメージで当たらんと分かる。早いもん、これぐらいのイメージ。もうほんまのすぐ下やんか。あれぐらいのイメージで当たらないと早いもんって当たらん。叩いてあげると これぐらいのイメージでいかないとほんまに早いボールが当たらない。叩いてあげる。全部インパクトのティーバッティングはインパクト当たるでしょ。当たったら当たったところの高さよりも絶対上に上げてほしい。上に。ということは叩いてるからボールが上に上がる。上がる。これってすごいね。打球が正直にて。あー、まだマシかな。ああ、うん。打球が必ず正直に出るから必ずインパクトの高さよりもボールが上に行くこと。はい、なんとかほらなんとかボールを上に上げてみろ。上に上げよう思ってこうやるともっと上に上がらなくなるからね。逆やからね。ああ難しい。もうちょっと極端にじゃあ上が叩いてみた。なんとかボールを。あいいね、今のいいよ。ああ今ぐらいの方がいいな。打球が必ず素直に現れるから。ああ難しい。これが打球がインパクトが自然とこの高さより上に行ったらいいスイングになってる。よし、こう。おもうちょっと思い切り振ろうよ。そんなこうなんか怖がってるとあとそれは思い切り振ろう。はい、おいいね。ちょっと素振りと違うやん。やっぱりスタンス広いやん。ステップがやっぱそれぐらい振らないとダメやんっていうことやね。ほらこれ全部力強いやん、素振りより。ああちゃんとステップもしてるし。同じように行こう、同じように。いいよ。なんとか上に上げよう。お、いいね。その前よかったな。いいね、いい、オッケー、ナイス、うん、あそれぐらいでいいよ、極端に言うたら。そう、極端に言うたらそれで、できたら、中学生になったら、打ったら、これ以上こっちに行かない。かかとがもう小学校の間は力がないから体の回転を生かさないといけないからこういう教え方もあるけど、中学になったらここまで行かない。最低ここまでできたらこういう感じになる。